さん、こんにちは、ニニケです。こんにちは、久しぶりです。今日はレソルと一緒に浦和のアウェイ戦に来ました。レソルを応援しましょう。最近の夏移籍で高峰選手がベルギーに移籍しましたが、元柏選手の哲学が鳥栖から柏レソルに加入しました。彼の活躍に期待しています。おかえりなさい。おかえりなさい。浦和サポはとても有名ですね。今は浦和に来ているので、ホームの浦和サポに負けないようにしっかり応援します。今日は平日試合なので、サポがそれほど多くないかもしれないと思いますね。でも前回のホーム戦で浦和に勝ちましたが、彼らは多分今日はリベンジを狙っているんでしょう。そして今日は相手のサポが多いかもしれませんと思います。今シーズンは浦和にリーグ戦でダブルキューできるように応援します。頑張りましょう。中国語では双杀。こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか。白石です。あ、はい。あと今日注目の選手は誰ですか。マテウス・サビオ選手です。ありがとうございます。勝敗予想もお願いします。2対0で柏レイソルです。ありがとうございます。こんにちは、レギュラーさん。こんにちは。久しぶりです。こんにちは。2週間ぶりです。今日も北海道から、ね。今日も北海道から来ました。当たり前じゃないですかね。お疲れ様です。お疲れ様です。毎度北海道から。そうですよね。今回は夏移籍新加入した選手、哲学選手、はい、どんなイメージ？柏選手でしたね、ちょっと紹介していただけますか。哲学ね、哲学、まあね、うちから外行ってね、だいぶ守備力、昔はちょっと守備力弱かったんだよね、はい、それがだいぶ強度高くなって帰ってきたんで、ちょっとそれはそれで楽しみかなと、で攻撃センスはねやっぱり元からあるんで、はい、オールラウンダーとしてなんか戻ってきてもらったかなっていう感じかな、やはり左足だね、左足から、ね、フリーキックとかもちょっとまた楽しみが増えたかなと、はい、今日の注目の選手は誰ですか。今日ね悩むんだけど、白井、白井、ちょっとボランチで高峰がいなくなった分、そこをどうやってカバーするかっていうのもちょっと見たいなと、はい、そうだね。あとはまあオリンピック帰りでね、真央と関根がね帰ってサブに入ってるんでね、はい、ちょっとまあ最初からまあスタメンで出てる選手はねもうバチッとやってもらえると思うんだけども、まあ何かあればちょっとその2人でこう展開変えてもらって頑張ってもらうと、はい、まだサブだけど最近島村くん出てないんでね、まあちょっと今日ベンチにも入ってるんで、まあ個人的には出て活躍してくれれば、まあ、それでまた垣田とのこのねいろいろあれば面白いかなっていうのは見応えがあるかなと思いますけど、はい、私はデートで島村選手は海外行く噂も聞いた。ああ、噂ね。噂まだまだまだ。よかったね、安心しますよ。まだ早いな。はい。まだ早いよ。はい。ホームの時勝ちましたね。今日アウェイも勝ちましょう。まあ当然勝つでしょう。シーズンダブル。シーズンダブルね。まだうちらもリーグ以外も天皇杯も残ってるんでね。そうです。まあ。浦和さんすいません。あ、ごめんなさい。すいません。資格がないっていうことで申し訳ありません。応援一言お願いします。アウェーでも絶対勝つぞ。そうだね、この雷だからね。雷に負けないぐらいの魂をね見せつけて頑張ったねって感じだね。雨に負けてらんねえぞ、雷に負けてらんねえぞっていう感じでね。試合やんのかねこれ。まあ頑張ってやるしかねえべ。こんな雷負けず、俺らも頑張りましょう。頑張りましょう。はい。今日。行こう。行くぞー。